ハロー皆さん、どうも。パワープロ2019ペナント編阪神タイガース日本一物語続きやっていきたいと思います。でね、今回からですね、また新たな選手導入させていただきました。はい、もちろんうちだけです。こすいことをやって優勝を目指していくをモットーにやっておりますのでね、こすいことをねやっていきますよ。ほんならちょっと見せていきましょうか。もちろんね、導入した選手はあの選手プラスアルファで、覚醒したてか上位互換の選手また導入させていただいております。はい、選手名鑑、まずはですね、ペコリ王子ね、ペコリ王子上位互換導入させていただきました。能力はこんな感じとなっております。このメンバーで優勝を目指していく。プラスですね、藤川球児、これはもう上位互換も上位互換、さらなる覚醒を遂げた男。はい、藤川球児導入させていただきました。これはもう、文句なしやわ。そして、注目の新外国人選手ソラーテですね。能力はこんな感じ。外野固定でね使っていきたいと思います。でまあつこっていく感じで、まああれやなって感じ、じゃまた福留とかをね、今はちょっと福留をスタメンにさせていただきました。この選手を導入した、この選手を導入したんでね、はい、やっていきましょう。さあ、こんなにこすいことをね、やってるんですから、優勝戦法が逆におかしいですよ、私はね。じゃあやっていきましょう。首位のジャイアンツは 9.5 ゲームは、ほぼ10ゲーム差空いてます。まあ、なんとかなるでしょう。先発はメッセンジャー。はい。で、スターティングオーダーはこんな感じだと。マルテが絶好調か。頼むぜ、マルテ。で、ショートもね、ちょっと木浪をやめて北条に固定ですね。今後は。行きましょう。木浪は一応一軍帯同はしておるんですけど、能力があまりにも低すぎるんで、まあ、木浪も上位互換を導入できたらなって感じなんですけど、今はまだね、デフォルトの状態ですわ。さあ、気引き締めて、こんなに能力上がっとる選手を入れさせてもろたんやから、雨天法がおかしいし、加点法がおかしいということですんで、皆さんね、ハードルめちゃめちゃ上げていくよ。マジで。BGM めちゃめちゃかっこいいな。気分も乗ってきたわ。いける。サードいける。サードいける。サードいける。無理。無理か。ここでな、マルテがつなぎよったら、次の新外人に回るんで、なんとかつなげたいところ。ここはもうミート打ちですね。ツーアウトといえどな、狙ってええ局面ではあるんやけど、うまい右打ち。マルテ、素晴らしい。復調の兆しかな、これ。ここで新外国人ミートカーソルはバッチコイ。ちょっとストライクゾーンに来てほしいな。第一打席から結果を残していきますよ、この選手はね。もっと欲を言えばホームランが欲しかった。まあ、ミート C、パワー C あるんでね、非常に打ちやすいです。さあ、ここで今最も虎で頼りになる男、梅野。まあ、梅ちゃんも能力、この選手もね、上位互換の選手なんで、非常に打ちやすいです。こんなに上位互換の選手を導入しとるんやからな、打たんとはずいぞ。BCAD が取って、まあまあまあ、でも幸先いいですよ。まあ、ドラゴンズ打線もすごいな、これ。大島が復調したら完璧やん。打たれるよ。メッセしっかりせ。まあ、メッセやバントやね。ナイスメーデン、ナイスメーデン、ナイス、ファールか。内命、内命、言わせてえな。はい、内命。ナイスメーデン、ちょうどええやん。名古屋ドームやし。
ボール、あら、ドロップカーブか。もっと曲がるか、思った。そない曲がらへん、ドロップカーブ。スラーブ、これは無理。ドロップカーブ待ちやったな、完全に。さあ、うまいミートの合わせ方。しかし、これは正面。斬新ば。まあ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 、まだ序盤も序盤やから、チャンスは来るでしょう。空。うーわ、最高。最高。最高。ロサリオでもできる。これはね、ロサリオでもできます。最高だぜ。この選手。メッセ？メッセ？メッセー。うんこやな、こいつ。あかんわ。ああ。お前、か、ほんまに。全然語れへんやんけ。取るんちゃうこれ。取るんか、気色悪い守備範囲やな、お前。マルテ頼む。ミート、お前、今回ミート打ちでな、結果残しとんで、ミート打ちやわ。あ、でも、スカンクが、これな、真ん中に来た時かな、ミート打ちやと。くっそ、でも、いいわ。小さなことからコツコツと、よし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 。ライト、ザルモンテか。ザルモンテだったら狙ってな。誰？うわー、好きあらば又吉。いこれは見逃してええわ。あんなんな、どん詰まりやわ、打っても。うまい、いいですね。いや、これが欲しい。うん、まあええわ。ホームランよな。これはね、ナバーロでもできるんですよ。もうナバーロ下下げてもうたからな。調子が2割8分打ってたナバーロを下げてまで上げてきたんやから。打ってもらわんと困る。これは？島本か。チャンス来た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 。こうねー。7対5。もう誰をつこたらええんや、分かれへん。こんなな、ええ選手導入しまくっとるのに普通に負けよるが。どないしたんええねん、こっちは。なんしとんじゃ、ほんま、全然あかんな。どないしたら勝てますの、このチーム。もうやることないよ、マジで。まあ、これ以上やることないですよ。ホーム球場。なあ、甲子園じゃなかったら。くそ。北条結果残してる。いや、北条ええなあ。北条全く操作してないのにな、これ。2割9分4厘、打率も上がってきた。そしてメッセはマジでエグいっす。メッセほんまエースちゃうわ。うちのエースは西、もしくはペコリ王子でいいですね。それかゲームだと秋山、阪神藤川、ペコリ王子、で、ソラーテ選手。鳥もういいよ。鳥さんはね、つこたれへん、逆に。うーわ、もう福留もえぐいな。ノリハルも劣化が始まったか。んじゃ、本日2試合目いきたいと思います。先発は、ほぼ地元西でいいんかな。三重の西、そして桑原とかが出番あると嬉しいんちゃう。ただ調子はうんこか。まあええわ、生かすわ。で、マルテ、ソラーテは固定でええんちゃう。うわ、高山か。そうか、ノリノリやったんやね。ほな、ちょっと高山をつこていこうか。で、ウエポンも、ゴタコの糸ちゃんに変えて、ウエポン。で、中谷と福留が調子いいんで、今回ちょっとね、近本さんを休ませようと思ったんですが、福留にすると外野がすごいことになってまうんで、中谷にしとこうか。で、こうやな。うっし。
1番高山、この1、2、これもうね、調子いい選手で固め、まあ、大山は4番でええわ。うん。固めて、点を取っていきましょう。よし、これで今回は行きたいと思います。ちょっとこれでピンチになったらちょっとエグそうなんでやめとこうか。逃げように。ほんなら、ね、藤川球児でしょ、これ。で、打者はもちろんソラーテ選手。注目してやっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。高山頼む。今はね、ちょっとトレード要員にしとる高山ですけども、リアルの方はめちゃくちゃね、ようやってくれてますよ。守備もめっちゃようなってるしね。うん、守備はほんまパワープロでいったらな、D やってええんちゃうかっていうレベルよな。うん、補給も DC。ほんまこんなにな、高山の守備が成長するとは。まあ、未だに高山の守備がね、下手くそやなって言ってる人は、もちろん、他球団ファンやと思います。はい。あと、糸ちゃんね。うん、糸原とかも守備が下手言うとるやつは、間違いなく他球団ファンです。イメージだけで語っとるはずや。ソラ。キングダムハーツちゃうねんから。これは高々と打ち上げて。さあ、ヘイグの応援歌が鳴り響く中、凡退していく。しかし、この後、藤川球児の出番はあるのか？まあ、ロメロやしな。雨天 P ちゃうねん。まあ、これは見逃してえな。早すぎて無理。ホームランボールな、来てくれるんがいっちゃん嬉しい。これを求めてへんのよな、こいつに。あんまりこれいらんな。求めてるんはホームランですんで。これは入らん。入った逆転ツーランホームラン。てか広すぎだろ、この球場ほんまに。あれでギリギリか。完璧にマシンで捉えたな。ジャストミートやったけど。ああ、これですよね。打ちやすいわ。やっぱミート C、パワー C の選手って超打ちやすいな。ほんまパワープロの能力はほんま A とか C がほんま、まあ、A はともかくよ。C、D とか非常に打ちやすい。さあ、球児出番あるやろ、これ。おい、お前ら、神外人来たわ。言うとく。こいつのおかげで、こいつのせいでもう、ナバーロはマジで今シーズン限りでしょう。リアルの方も、ゲームの方もね。あ、ゲームの方は置いとくわ。ゲームの方はちょっとナバーロは置いておきたい。オブジェではないぞ。オブジェ要因ではない。ちゃんとね、マルテとかナバーロの調子がうんこになったら上げていこう。神がいなんかドラゴンズファンが喜んどるな。球児来た。来た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 。防御率 9.20。お前アホ言うな。アホンダラが。この球児はちゃうねんぞ、今までと。火の玉ストレート。もう球児ほんまこれだけ投げといてほしいよな、リアルの方。スプリットとか入る気せえへんし。でも、あ、マジ？えぐい。最後、カーブ。球児、ドリスとは違うのだよ。ドリスとはね。ネオくん出てきた。NEO、ネオくんやん。OK。ちょっとね、ドラゴンズとかもあれやな、新たに導入された応援歌が導入できてない選手とかがおるかもしれん。三振。ネオくん、そうか。ネオくんってパワープロちゃうんかな。おとる。全くドラゴンズわからんから申し訳ないです。今のおとる。応援歌。
火の玉ストレートで、ゴリ押し王子さんでいいと思いますよ。シゲの五郎ですからね。俊介。はい。俊介も一軍に上がってきてるんでね、リアル。さあ。さあ、最終回はもちろんジョンソンが、まあ、ドリスよりは全然安心できますね。で、糸井さんはもうええわ。近本入れとこう。で、近本センター。はい。はい、安心と信頼のドリス。こっちのドリス、ほんま神やわ。あ、ジョンソンね。安心と信頼のジョンソン。本日、2ホーマー、2ホーマー。おー。よかったなー。な、みんなー、みんなーって。何や、今の。何語？来て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 くれてありがとうございます。素晴らしい選手を取りましたね。皆さん、ここはちょっとサムネ用にちょっとね、長々と見せとるんですけど、このインタビューのところ、堂前さんが、堂前さんの消失、あの人オンにしたらな、オンにした方がいいんやけどな、ずっと俺が忘れとるんよ。録画し始めてから思い出すっちゅう話。さあ、ノリノリ高山は、まずまずですね。ウェポン。中谷。中谷いいやん。超結果残しとる。大山もいいぞ。マルテもホームランやね。おー、アベッコホームランか。2者連続か、ほんでこれ。素晴らしいね。こりゃー、マルテでええんちゃう？これ略称な。マルテ、ソラ当てコンビを。マルソラ。ソラマル。ええー、なあ、やっぱ外国人二人並べとるんは嫌ですね。うん。まあ、純国産打線が私は一番好きなんですが、やはりここはちょっと外国人のパワーをお借りしたい。阪神の西選手が、おお、ほぼ地元で、通算先達三振。おめでとうございます、西。西が負け運ではなくなった。そしてガルシアが能力上がっていく。中谷がミート、いい40になっていく。いいですね。非常にいい感じで来てますよ、今。牧山でええわ。ペコリ王子はまた次回ということでね。ほんでまたここは狭いんで、近本を外し。で、大山も外しますか。打っとる大山外すわ。やはりここは調子重視で行きましょう。俊介も調子いいんか。でも、ここは糸井さんとソラー、え？ソラーテ？そのままやな。高山、糸ちゃん。で、4番がおらんか。ほんなら、こう、4番糸井さんやね。これで行きましょう。この2人くっつけときたいな。はい。もうソラーテはね、ええか。うん、もうええわ。ほんならチームがピンチになると俺がプレイしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、地方球場なんでね、ホームラン打たれる確率は高いんですが、ピンチで抑えんと、CS や西尻行った時に戦えませんよっていうことで、僕がね、しっかりと抑えて、うわー、おーおー、土砂降りやん。まあ、中止っちゅう概念がね、パワープロはないんで、ガララーガー、阪神戦でこんな入らんことある？まずないだろ。雨やと、まあ、まあでも雨やからな。さあ、秋山がいきなりピンチを招いて、どうした秋山。ああ。これはドア前フォークやけど空振ってくれた。助かる。こっちの方が嫌やな。BCAD。絶好調か。うん、これはいったね。これはもう 100%。もう間違いない。それとわかる当たりやな。打った瞬間、それとわかる当たりっちゅうやつですね。秋山、どうした？うぜえ。矢のガッツ導入せえや、ボゲーほんまな。さあ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 、こっか、おっと、安牌か。大野は安牌。梅バズーカ、炸裂ならずか。ゲッツーなくなった。
盗塁成功しまくりやな、このゲーム。ほんまちゃんとウエスト前頭。これはもう外野前進ですね。1点はしゃあない。ポテンヒット警戒。これは、前進守備でよかったか。結果論やけどな。前進守備ならって感じやね。くっそー。予想の斜め上行くな。自分ら、ほんま。よし。よし。まだ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 。さあ、どうなりなる。うわ、あかんか。さあ、ただもうちょっと秋山きついんじゃないかな。まあ、どうなる。秋山あかん。全然あかん。全然あかんやん。帰る。森谷。な、だからな、ちょ、これ最初から仲いい時よかったんよな。もうええわ、もう。くっそ、またかよ。さっきと同じシチュエーションやん。これ、選手も同じちゃうの。そうか。レフトはこいつだったわ。あ。レフトはこいつでしたわ。クソみたいな守備。それは遅いわ、ショート投げるん。うーわ、もうひどっ。はい、もう上位互換のね、選手導入してもきっちり負け越していきますわ。ええ、今年はもう優勝諦めましょう。うん、とりあえず3位を守ることだけ考えるわ。マジでこれはどないした。坂本とかおった前の2018かな、データもう。そっちはほんま楽しかったんやけどな。もうこっち全然勝たれへん。難易度パワフルで同じやのに、なんか難易度も調整されたんか、もしかして。にしても打たれすぎやわ。あ、俺が降りた後、俺が操作せんでも、俺が操作してもや、どっちにしろ打たれとるもん。操作せん方がええっちゅうことでもないんやけどな。いや、9安打で2得点は寂しいの。外国人は結果出してますわ。糸ちゃんがほんまに冷えてもうた。なんで、5割8分3厘やからな。梅ちゃん、北条、秋山、まあ、秋山な。ごめん、秋山。完全に俺のせいやわ。みんなひどい防御率が。中継ぎの防御率がほんまにこれはクソ。ジョンソンとドリス以外、えぐいな。なんなんこれ。これどないせえチューンドやな。ヒロくんちゃうけど。近本 C になったパワーが OK。 はい、んじゃあ次回はと移動日ですか。はい、次回はね、ヤクルト戦から続きやっていきたいと思います。んじゃあまたね、バイバイ。